おはようございます。おはようございます。なんかあれですね、最近多いですね。そうですね、最近ちょっと私の登場率が高いですね。ちょっと足場感があの外部のなんかめっちゃでかい現場に入ってるっぽくて、あ、それで足場班来れない感じ。いないですね。あの確かにそうやんな。なんか足場班の YouTube スタメンっていうのが、はい、塗り替え道場の現場してる感じが最近あんましないかも。そうなんですよね。とあと人気者なんで僕ら、うんうん、あんまり映せないっていうのもあるんですけど、うん、あの足場を組み立てとか解体を、ああそういうことね、人気者なんで。あ、よくわかったわ。そうです、まあ、ちらほら多分、はい、仕事終わりとか出てくれる手配はしてるんで、多分作業中の昼間のみんなが来れないってことやな。ないっすね。あ、っていうわけで、まあ、ちょっとね、私の現場が最近多いんで。ありがとうございます。ちょっと塗装職人も、まあ、ずっと出てなかったじゃないですか、逆に。そう、塗装のネタが全然なかったの、最近。ちょっと外壁の補修をしてもらってて、平原さんっていう人に、なんか、その外壁の塗膜が浮いてて、はい、まあ、それを一回削って、下塗り材でちょっと柄付けしてもらってるっていう形で、はい、で、まあ、ちょっと今、やってもらってるんで、塗装の職人さんここまでするんや、みたいなのを、ね、一回削ってから、自分で、うん、で塗るってことですか。あ、そうそう、もう浮いてきてて、多分もう前の塗膜がとか、そうそう、雨とかが回ったり、あと、はい、密着が前回の塗料と密着してないとかで浮いてて、はい、で、まあ、はい、ある程度ちょっともともとここに入ってた職人さんに貼って取ってもらったけど、ちょっとあまりにも多いから、はい、っていうので、まあ、平原さんにちょっとお願いしてっていう感じですね。わかります。で、まあ、取ったらさ、へこめやん、その部分が、はい、だから、まあ、そこにちょっとまた上からパターン付けして、あんまりボコってならないように、はい、まあ、するけど、まあ、言うて補修なんで、改修工事なんで、はい、まあ、まるっきり元の状態っていうのは、まあ、正直無理ですね。はあ、ちょっとたまに勘違いされる方もいるんですけど、はい、あくまでも改修だから、はい、あ、もう、まあ、新品同様にはならないと。あ、そう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 、っていうのはまああるけど、はい、でもすごい綺麗にやってくれる職人さんなんで、まあちょっとせっかくなんで、あんまないんで、はい、見てみましょうか。剥がすとこはもうどうだろう、もう剥がし回しちゃってるかもしれん。でも剥がした跡みたいなのがあるから、せっかくなんでね、ちょっと見ていきましょうか。はい、はい、おはようございます。おはようございます。ちょっとこことか浮いてるところをあれですよね、貼ってくれたんですよね。そうです、はい。皮付きかなんかでですか。スクレーパーで。あ、スクレーパーでこう、はい、いや、テレンみたいな感じですか。はい、塗膜を平らにするようなスルッとして、ぷくっと浮いてきとるとこがあったんで、それを取って、で、上と下の柄が違うので、この辺と、はい、下がツルツルなツルね、この辺ちょっとツルツルっていうか、で、まあ浮いてるところは、これが浮いてきても剥がしたみたいな。あ、そうそう、これも剥がした後で、まあこっちももう何箇所か剥がしてもらって、で、まあ剥がしたらボコって突っ込むから、この部分こうやって柄付け、白いのがもう柄付けの塗料っていうか、はい、そう、柄付けしてもらって、で、これが乾いたらまた色の塗料を塗るっていう感じ。もうこの辺ずっともつる、もともとつるつるですよね、はい、パターンがなくなってて、だから上の方のや、まあもう補修したついでに上の柄と合わせた柄の、はい、あ、そういうことか。あ、なるほど。やっぱつるつるで上がこの柄なんで、はい、おかしいもんで、 上と似たような柄で、まあシックでもあんま水が多いやつやると、はい、とっちょきになっちゃうんで、あ、とんがっていく感じ、はい、ちょっと水をちょっと多めにすると、ちょっとゆずはらみたいな、あ、そういうことですね、柔らかい感じになるんで、表面が、はい、ねちょっと上みたいな感じ、はい、あ、これ白いのが上と同じやつの素材っていうか、そう、柄で、そこからまたこの上と同じ色で塗っていくってことですか。そうですね、そうです、はい、でまた中塗りやって上塗りやるような感じ。今日充電してきました。今日充電してきました。大丈夫ですね。充電、充電切れで車掌に怒られてましたもんね。車掌怒られてました。なんで剥がれちゃったんですか。何が原因で。もうよ、多分前のやつが多分弱かったんですね。で、中に染み込んで。はい。あ、雨とかが。湿気とかもあるんですね。あ、前のやつが多分下塗りとかが甘いからくっついてなかったんじゃないかって言ってた。今日来たばっかなんで、あんまり前の段階がどういう風になってたかわかんないですけど。あ、そっか。もともとここに入ってた職人さんは多分前の塗膜が密着しきってないから浮いてきたんじゃないかっていう風に言ってて、はい、そう、下地から浸透して多分
浮いてきちゃったんですね。結構あるんですかこういう。結構傷んどるとこだったらありますね。屋根でも水性塗ってあると溶剤やると起きてきちゃうんで、はい、水性の時は水性の方が多分いいと思いますね。キュート膜が水性だったら、水性塗った方が無難かもっていうことですか。ああ、なるほど。でも正直見て、あ、これ水性だって分かりますか？そのもう化しちゃった外壁でも、はい、なんとなくは分かりますね。そうなんですか。はい、あんまり僕いまいちピンときてないですね。え、なんかあんまりよく分からなかったですどこが全体的に。いや、ちょっとでも素人の人でも分かるように説明したいんで、どこが分からんかも。水性って、水性塗料ですね。水で希釈する塗料で、はい、まあ、水性と油性があって、はい、水、まあ、何で希釈するかって変わってきて。あ、そういうことなんだ。で、そう、水を水道水混ぜて希釈するやつが水性で、はい、塗料用シンナー混ぜて希釈するやつが油性なんですか。へえ。え、水性だと落ちちゃうってことですか。あの、多分水性でも下塗りちゃんと入れてないと、はい、そのまま一回塗りで水性塗ってあるともうすぐベロベロにめくれちゃうんで、最初ちゃんとやれば水性でも多分長持ちすると思うんですけど。え、そもそも水性と油性の違いというか、何がどうあれなのか分かんないです。結構安く一回塗りとかでやってもらって、はい、水性一回塗りとかで結構やってもらっとる人結構おるんで、そういうとこはもう劣化が早いですね、すぐ。あ、すぐめくれちゃうんで。正直水だけでいいから安上がりだし、うん、はい、塗ってきれいになればいいっていう人が結構いるんで。ああ、そういうことか。はい、なるほど。スタジオちゃんとやらんと、はい、次やる人が今度大変になるんですね。へえ。基本塗り替え道場ではもう油性を基本的にはもう押してて、はい、やっぱ油性の方が、ま、ツヤもあるし、ま、最近の水性も優秀なの多いからすごいツヤツヤの水性もあるけど、はい、まあもう艶とか色の持ちもいいし、もう基本的には油性進めてて、もう水性ってやっぱり水ベースだから、はい、どっかちょっとサッシとかについても掃除がしやすかったりとか、まあ、やっぱり水だから扱うのも簡単っていうのもあって、はい、まあ、でもうちの会社ではまあ油性の塗料でもちゃんと使いこなせる職人さんがいっぱいいるから、もう基本油性進めてます。あ、油性の方が難しいんですか。まあ、やっぱりシンナーっていう、まあ、ちょっと、あ、そう、希釈する、希釈する割合がで、みたいな感じだ。もう割合もあるし、はい、まあ、やっぱり水ってもう水道から入れればすぐ出るけど、はい、シンナー買わなきゃいけないし、あ、まあ、やっぱり養生とかもしっかりしないと掃除も大変になるから、はい、油性の方が扱いはづらい。へー。でも、うちではやっぱり油性の方がいいと思うから、はい、油性進めてますね。で、この壁が水性だったってことですか。多分もともとは水性だったのかも。で、下塗りがあまり入ってない。多分おそらくだから浮いてきた。ああ、そういうことですね。塗ってもらいます。そうですね。塗ってみます一回。普通のローラーで塗るんで。どこ行っても塗らされるんですね最近。塗ってみます。これもそのまま、はい、行きます。おお。こんな感じでローラーちょっとこっちから垂れるもんで、はい、反対にしてまた下。気持ち音が 生クリームみたいな。生クリーム、はい、ネタの多分つけ具合とかで、はい、柄も全然変わってきちゃうんで。あ、これがそうですね。あんまりつけると今度ダラダラになるし、はい、今度ネタ本当切って本当仕上げがなんか違うんですけど、だいぶ切っていくともうトキトキになるんですよね、ここが。あと、とんがってくるっていうか、先端が、はい、でちょうどいいぐらいで 上に合わせるような感じでちょうど垂れてくるんですよね、ちょうど時間が経つと。あ、はい、でちょっとしたらダラーっときて、あの、柚子肌みたいになった上みたいな柄になるんで、いい感じに。あ、それで確かにちょっと上角がなくなってきましたね。なんか馴染んで。あ、そうですね。垂れてくるんですね。今ちょっと塗りたての方はとんがってるけど、はい、ちょっと時々にする場合もまた横切って、はい、でまた最後縦で下から上に仕上げるんですけど、はい、そうしたら上に立つんですよね、はい、全部目が、はい、全部同じ目にしたりする場合もあるんですけど、はい、柄によってちょっとまた違うんですけど。いや、私は大丈夫です。やります一回。じゃあ多分あんまマジックやることないですよね。いや、多分マジックはマジでやったことないです。マンションとかだと結構あるですよね。
あ、そうなんですか。力もつけてって言ってたんですか。うん、全部、あのマシック仕上げの時とか。これ全部下塗りじゃなくて上塗りで、はい、そのまま柄つける場合もあるんですもんね。あ、直接ですか。もう直接これが微弾性みたいな色がついとって、はい、でそのままもう仕上げみたいなやつもあります。そうなんですか。はい、もう色付きで。色付きもあります。こんなに ついちゃって大丈夫ですか。もうちょっと切った方が。いや、もし切った方がいいですね。はい、え、なんかちょっとやっただけでめっちゃ、はい。多分ツルツルのとこだったら、ツルツルの壁だったらもう結構つけてってもいいんですけど。はい。はい、この壁なんで多分塗料が乗りやすくいい。どれくらいですか。どうやって切るんですかこれ。壁に走らしたら、はい、なんかすごいなんかもうめっちゃ慣れた人みたいになって。少なめで一回。少なめですか。ここさっきみたいに耳出るもんでこうやって一回取ったら、そういうことですね、取ってあげると多分出にくくなるんですけど。はい、でそのまま横へ、はい、で今度こっち側垂れてくるんでまた反対にローラーを、はい、あーそうです、そんな感じで寝たくばって、はい、で大体同じぐらいの量でつけて、はいはい、仕上げるような感じ。ちょっとこの辺入ってないですね。うん、入ってないとこまたうまいですね。あ、本当ですか。やった。え、伊藤くんとどっちの方がうまいですか。伊藤くんより大谷さんの方がうまいですね。やった、なんかすごいめっちゃ喋ってたけど今伊藤くん、私の方がうまいって。全然いい感じで多分。やった、ありがとうございます。仕上がってくる。いや、大谷さん寺井さん弟子ですもん。はい。まあそうですね。そうだから。慣れてるんですよね、伊藤くんより全然。そうそう、上から塗れば隠せれるんですか、穴ぼこ。穴ぼこ全然、中塗り上塗りやるんで。あ、そうです。全然。あ、完全に埋めなくてもなんとかなりますか。もう全然埋まっちゃいますね。あ、本当ですか。いいですか、こんな感じで。はい、大丈夫です。で、これが、はい、このまま行くと柄つくんですけど、はい、結構こうやって滑ったり、はい、力入れすぎるとこういう風に、はい、滑ったりするんで、はい、仕上げの時ちょっと軽く仕上げるような感じでやるとこんな感じですね。はい、ありがとうございます。プロの技も見した方がいいですね、視聴者さんに。同じ上と合わせなきゃいけないんで、なんかでも結構下、うん、こっちの見たら結構下の方ツルツルやって、だからそうです、ね、元がツルツルでボコボコが全然なくて、もうこの辺とか全然ボコボコないやん、ね、はい、もうこんな感じやって向こう側が、で上の方は多分補修してないから元のパターン柄っていうかなのかなって思うけど、多分何回か補修したいからこういう風に平らになっちゃったよね。やっぱ変えてくると思う。うん。もうなんか一生嫌な。これで上塗りかけちゃえばもう。では今日は平原さんに外壁補修っていうことで、はいはい、まあ、パターン付けをしてるところをね、はい、ちょっと撮影協力してもらいました。こんなんもあるんですね。知らなかったです。こんなんもあって、マスチックはでもちょくちょくありますよね。マスチック補修とかするとき結構あります。そうですよね。はい、まあサイディングとかだったらもうすることはないですよね。そうですね、はい、モルタルとか ALC、これ ALC って言うんですけど、だったらあるんで、はい、はい、なのでぜひまたご依頼よろしくお願いします愛知県の人、はい、はい、ではあの求人道場とあとマッチングサイトと、はい、あと関東の職人さん、シーリングと足場やったっけ、はい、の職人さん募集してるんでよろしくお願いいたします。お願いします。あと各個人チャンネル、はい、私のチャンネルとあと足場班チャンネルと佐々木ファミリーチャンネル3つサブチャンネルあるんで、そちらも登録ご視聴よろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画で、はい、はい、また見てね。また見てね。